しました。バレルに持ってかれる。はい、はい、どうも。あー、ナイスです。いやー、ありがとうございます。これ、新発売の分ですか？あー、そうなんですか。違うんですか？いや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 。2月11日発売なんです。これです、これです。2月の?11日です。あー、2月の11日発売なんで、もうすぐじゃないですか。そうなんですよ。あれ、いや今回ちょっとストレートじゃないですよね。ちょっとなんかこう、投げやすそうですね。はい、投げやすいですよ、これ。何グラムですか？これは、21.7g です。21.7、じゃあそこまで重くはないですね、スティールとして。そうなんです。前のと比べると、ちょっと重くはなったんですけど、はい、これはもう本当この形状で中を詰めるとこのグラムになるんですよ。ああ、そうなんですね。うん、はい。長さはどのくらいなんですか？長さ46ミリです。46ミリ。はい、もう。ダブルがね、やっぱ、それ簡単そうですね、はい、そのバレルで投げると。そうなんですよ。ねえ。これで投げる、なんか入りましたね。ねえ、なんか、はい、スコンスコン入ってきましたけど、そんな感じなんですね。もうなんかそこら辺って感じで投げると、ポンと入ってくるんですよね。なんですかそれ。なんか誘導装置がついてるんですか。トマホークって名前にすればよかったですね。トマホークですね。今日本当序盤からなんかこうえらいなんか楽そうに投げてましたけど、なんかバレル以外の原因ありますか。いや楽そうっていうよりはもう本当みんなすごいんで最近。すごいですよね。もうなのでもうジタバタしてもしょうがないんで、もう思いっきりやるだけだって、それだけでも。一生懸命頑張りました。今日ですね、はい、本当にいい試合が多くて、はい、そうですね、もう松田選手もなんかね危ない試合もね、はい、何度かあったみたいで、常に危ないし、常に危ないレグごとに見るともう常にもう危なかったです。ですよね。でも本当ですね、僕思うんですけど、はい、まずダブル、これからダブルの練習しないとダメですよね。っていうのが、はい、点取りってやっぱみんなもうカウントアップずっとやってるんで、点取りなんかすごく上手くなってるじゃないですか。はいですね。点取りはすごいんですけど、やっぱ松田選手とちょっと違うのが、やっぱダブルはやっぱりこう松田選手の方がもう申し訳ないですけど1枚 1.5 枚ぐらい上のような気がするんですよね。ああ、まあ、今日の結果で決めるとなんかたまたま入ってますけど、はいはい、やっぱりもう皆さんもその本当にもうタイミングでこうちょっとやっぱり力入ったりするところもあるんで、外すところはもちろんあると思うんですけども、もう本当みんな紙一重でこう切磋琢磨してる感じがすごくいいですよね。やっぱり こういう状態だからね、やっぱりトーナメントも非常に難しいので、はい、そうですね、はい、まあ感染対策もしながらですね、しっかり練習していただいて、はい、いやでも、はい、ダブルの秘訣って何ですかね。狙いすぎないことですかね。あ、狙いすぎないんですね。外側にあるんで、狙いすぎると手を持っていっちゃうじゃないですか。あ、そうですよね。あ、右行ったり左行ったりしますよね、はい、そうです。なのでそれも持っていったらもう入らないんで、内側に入ってくるんで、なので思い切ってこう山なりをイメージして投げるっていうのが僕の中では今一生懸命やってることです。今日の決定率だったらね、はい、今行われてるね PGC マスターズでも、はいねえ、はい、そんな引けを取らないような決定率だったんで、もう全然全然です、やっぱバケモンですか連中は。いや気持ち悪いです、あの人たちはまあ確かにね、アプリ見てるからなんかあれなんですけど、はい、あんなでかくないですからダブルってですよね。はい、それポン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 入れてくるんで気持ち悪いですね。70ですよね。まあでも今日の松田選手はもう気持ち悪かったですよ、はい、十分。もっともっと行きたいです。もっと気持ち悪いぐらいになりたいですね。まだね、お年も若いのでぜひぜひチャレンジしてください。そんな変わんないじゃないですか。いやいやいやさあそれではですね、本当に、松田純選手おめでとうございます。第1回の、ね、大会ですが、はい、見事に優勝しました。最後にですね、応援していただいたたくさんの皆様に一言お願いします。はい、はい、まずはこの、こんな状況の中こう開催してくださったスポンサー様、まあ、こう開催すると社様、あもういいです、はい、サクッとで頑張りました。なんかこう頑張ってうまくいって勝つことができました。でですね、ちょっとすいません、ちょっとこれどうぞどうぞ、はい、でこれソフトも出るんですよ。でソフトが元のなんかソフトのなんて言ったんだろう、元のスティール桐生の位置がスティールの形になり、はい、もともとスティール、あ、ソフトだった形がスティールになって、ちょっとこれまたすごく投げやすいように改造して、
できたものなんで、2月11日発売ですので、皆さんよろしくお願いします。ね、重さもソフトに近いので、そのどちらもね、こう併用できても違和感がなく使えるってやつ感じですね。ソフトも 19.5g なん で、はい、で長さ、ただ形状がちょっとセミロングトルピードとソフトの場合ストレートになってくるんで、はいはい、皆さんも練習する気満々になれるようなバレルだと思います。はい、よろしくお願いします。わかりました、おめでとうございます。ありがとうございました。D ツアーステージ1第1回優勝した松田純選手でした。ありがとうございます。